ビでやってもスマホでやっても羽生峠通った方が早い。その予定ではなかった。普通に長野から行った方が早いかなと思っとった。だから諏訪湖かな、諏訪湖のサービスエリア入れるかな、大きいのやったら。何時からなんやろな。え？焼きおにぎり10時からやったらダメやな。おやきはあるんだよな。おやき食べる？辛味噌にする？じゃあ俺信州和牛野沢菜にする。じゃあおはようございます。おはようございます。やってますか？これからセットして、はい、30分ですので50分頃、わかりました。ありがとうございます。焼きおにぎり作りたかったな。10時はちょっと遅いな。10時半に着かない。近くまで来ると、果物？静岡おでん売ってる。こういうとこで買ったのは食べてもよかったかもしれない。一応持ってきたけどさ、色々持ってきたやつもパウチやからさ。そう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 。なんかハムとか。そうそうそう。で、あっちの。重機の方とか、おでん買うわ。何入ってるの？1個ずつだよね。お願いします。
あ、イチゴ食べたい？紅ほっぺ。これすっげーでかいな。なあ、これにする？じゃあこれにしよう。めっちゃでけえやん。お願いします。はい。このままでよろしいですか？はい。はい、一人でキャンプしとったら絶対買わんね。こういうキャンプの時にね。さつまいも売っとったな。ちょっといっぱいやけど。めっちゃ干し芋が美味しそうやった。干し芋買う？いいよ、干し芋食べる。どこにあった？めっちゃあるよ、あのドアの左側。干し芋欲しい？いや、いいよ、いいよ。じゃあ干し芋何回来るみたいな。え、干し芋これにする？シルクスイートとか紅はるか干しあかね。冷蔵庫、まあぬるくなることはないやろ。じゃあこれにする？じゃあこれにする。ちょっと待っとって。すごいよね、一人でキャンプしとったら絶対に買わんようなものをね、夫婦でキャンプに来るとこうなるっていう。面白いけどね。お願いします。すいません、袋もお願いします。よく凍るんだって。そうなんだ。凍りそうに、確かにね。もうさすがにね、氷点下じゃない。こんにちは。こちらお車4駆ですか、2駆ですか。はい、4駆スタッドレス入ってます。湖畔サイト、林間サイト、どちらご希望ですか？湖畔です。ではそのまま行くとスタッフいますので、誘導に従って車止めてください、はい、どうも。すみません、こんにちは。今から、あ、もう大丈夫。あ、入っても大丈夫ですか？あ、いえいえ、僕も横付けできて、あ、時間かかっちゃって。あ、いえいえいえ。そしたら、はい、あの焦らず。やった。前もここに貼ったような気するけどな。今撤収される方もおるんですよ。10時撤収なんです。そうそうそう。だから入れ替わりの時間なん、ちょうど。どんなテントおるやろう。歩いて戻らはんないと。まあ、場所取ったんだけど、あの二人、そう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 、大変だよ。パパパッと立てるわ。焚き火の匂いするな。え？焼き芋食べたい？お腹すいた？
ちょっと待って。ちょっと待って。一番最初に何食べるん？おでん。おでん、おでんかスープがいい。おでんですか。お待たせ。寒い？大丈夫？ちょっと寒い。でかい雲がこっちに来たら見えんくなる。ほんまやね。寝てたらちょっと見えるかなって。そうやね、うまいことなくなってくれりゃいいな。はい、こっちもいいよ、食べられ食べられ食べられ。俺も一個食べていい？でっかいやつ。うん、めっちゃでかいやん。これ一人でキャンプしとったら絶対買わんもん。絶対。おお、うまいな。うまい。いや、酸っぱくはない。おいしい。やっぱ気になるよな、こういう地元的なやつ。風があるとダメだね。ゴーイと。ファイヤーサイト。着火剤があってさ、もうなんていうの、ペペってやるだけ。うん、一人でやっとるときはさ、薪割ったりさ、斧使ったりするけど、今日はもうたくさんヒンマしかおらんしな。これ皿、うん、重なっとやん。いや、いいね。熱いわ。全然膝だけは高い。カイロあるよ、足元の。うん、つけた方がいいよ。万全の状態で来ております。あの埴輪で買ったカトラリー、あ、これか。こんなのしない。大丈夫ね。こんなんあるんだ。スポークとスプーン、スプーン。面白いね。あ、そういうことか。綺麗やな。でもあの辺やっぱ透明度良さそうだろ。ちょっと風があるっぽいけど。で、どうだ。イエイ。食べるか。どうする？卵。卵ですね。なのの字書いとるぞ。大根よ、とりあえず。はんぺん。色濃いな。味も濃いなのかな。汁入れる？大丈夫？よっしゃー。いただきます。ちょっと足。おお。美味しいね。牛すじのあれかな。牛すじ
染み取る？やばっ、眠すぎやろ俺。のんびりでいいな。おお、なんか見えそう。あ、でもなんかそのうち見えそうな気もせんでもないけどな。あ、焼き芋せんな。おでん食ったら焼き芋仕込むわ。おお、見えとやん。取りまくれ取りまくれ。あれ、俺焼き芋芋忘れたかな。あれ俺、あれ俺芋入れんかったっけ。あ、俺さつまいも忘れてきた。え、冷蔵庫の中から出してもないかもしれん。プリン食べる？プリン。うわ、しまったな。食べたかった。干し芋、あ、干し芋食べる。そうそう、干し芋。はい、干し芋。あー、美味しいかもね。こうやってやればいいの？どう思う？あー、なんかごとくつけてあげちゃう。ちょっと待って、網の方にしよう。はい、うん、あったかいやろそれ。よいしょ。え、よく見とられ。おっとっとっと。おいしい。よかったよかった。ちょっとくらい焦げた方がいいんじゃない。うまいねこれ、うん、あ、いいね。いいやろ、焚き火も。ちょっと臭くなるけど。風出てきたな。あったかい。今日はもう降りそうっすね。今日はデイキャンなので降る前にあらかた片付けてしまいます。風出てきたよな。来週オフ会だからさ、絶対濡らしたくない。そうそうそう。まあ別にべちゃべちゃでもいいんやけど、さ、ゴミ袋から出さなくなっちゃう。暗くなってきた。眠たい。風やだ。うわ、寒いね。潮時でございますね。
じゃあ行くか。面白かったっけ？ OK 面白かった良かったいい感じで息が乗ってきた時に経路4月5月もちょっと寒いけど虫歯おらん。